問題 A、バットとグローブが売られている。サンタさんは、このうち高い方を太郎くんに買ってあげる。同じ値段だったら？それはないとする。どっちを買う？はい。Python だと、入力を受け取る部分の方が難しいな。C++ の方が長いけど直感的かもね。問題 B、クリスマスツリーが道に沿って等間隔で植えられている。このうち1本の座標と、間隔が入力される。さらに2点の座標が指定されるから、その間の木の本数を数えろ。両端に木があったら？数える。今回は、もう時間が限られているぜ。なんでマイナスの座標もあるの？3つに場合分け。やだ。中に入ってる左端と右端の木を見つけりゃいいかな。左端の木は、区間の左端よりちょっと右にあって、どれくらい右にあるかっていうと、基準の木までの距離を木の間隔で割った余りだね。右端も一緒。あとは両端の距離を間隔で割って1を足せばいいね。C++ の場合、乗与演算子が負の値を返すこともあるから注意。問題 C、靴下を N 足持っていた。が、そのうち M 足の片方をなくした。残りでできるだけたくさんペアを作る。できるだけ近い色同士を組み合わせたい。2枚の靴下の番号の差が、そのペアのペナルティになる。合計ペナルティは最小でいくつにできるか？靴下は20万足あるぜ。まず、なくしたって話はあんまり関係ないかな。今何を何枚持ってるか計算したら、忘れるよ。で、偶数枚だったら簡単かな。小さい順にペアにしてけば良さそう。これが最適なのは明らかではないかもしれない。が、この問題のメインはこの後なので、今回は認めてしまうぜ。メインは奇数枚の時だね。大体同じだけど、今度は1枚残って、どれを残すかを試したい。ここで20万足あるのが問題になるわけだな。10万ペアを10万回作ったら100億で、100秒かかっちゃう。でも、左から1回、右から1回やって、途中過程を記録しておけば、2周で済むね。コードは説明に置いたぜ。問題で、N 台の反りがある。それぞれ、引くには一定の数のトナカイが必要。次の質問9個に答えろ。トナカイが X 引いたら、反りを最大何台引ける？それぞれ1台までにしか繋げない？もちろん。反りは20万台、質問は20万個、トナカイはたくさんいるぜ。とりあえず、反りを小さい順に並べるよ。それで、小さい方からトナカイの数を足してけば、何台引くのに何匹必要か分かって、あとは二分探索。こういう配列上の二分探索はライブラリを使うべきだぜ。問題 E、赤と緑のマスの盤面がある。縦か横に隣接する緑マス同士は繋がっている。緑マスの塊の数を考えたい。今は3個だね。さて、赤マスから1つが等確率で選ばれて、緑に塗り替わる。この後の緑の塊の個数の期待値は？盤面は最大 1000×1000 だぜ。とりあえず、確率の要素はほとんどないかな。赤マスを全部試して平均を取るよ。まず、最初に何と何がくっついてるか全部整理しとく。これは教科書的には DFS の類でできるが、今回はユニオンファインドってのが便利かもな。もちろん塊を数えもするよ。それで、例えばここが緑になったら、これを囲んでる2つの塊が1つになるから、塊の数は1個減って、これを繰り返せば OK。実装例は説明に置いたぜ。問題 F、サンタさんが N 県の家にプレゼントを届ける。初都合により、配送順は固定。はじめ、サンタさんは自分の家にいて、配達先まで平面上を移動して届ける。袋にはプレゼントが稽古までしか入らず、なくなったら自宅まで戻って補充する。全部の家に配達して、自宅に戻るまでに必要な最小の移動距離は？家は20万件、袋の容量もそのくらいあるぜ。袋が4次元ポケットだったとしても、自宅、家1、家2、家 N、自宅、の分は絶対に歩くね。本当は補充も必要で、その時は自宅を経由するから、次の家に直行するより長くなっちゃう。でも、袋に3個までしかプレゼントが入らないなら、3回に1回は補充しないとダメだね。ここまで考えれば動的計画法ができるよ。家愛の直後で補充するとき、そこまでの回り道の長さの最小値、みたいなのを考えれば OK。それだと時間が N の2乗かかるが、直前稽古の最小値を探すのはセグメントツリーでできるよね。両端級を使えば線形時間だが、まあ不要だろう。実装例は説明に置いたぜ。よかったらチャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございました。